ご視聴ありがとうございます。雨の日が増えてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回は沖縄の与那国島ネタですし、夏をうっすら想像しつつ最後までご覧ください。与那国島、沖縄県八重山郡与那国町。与那国島は日本の最西端に位置する島で、国境の島と呼ばれ、台湾の隣にあります。与那国島海底地形は、島南部の海底で発見された海底地形です。人工的に加工された説があり、与那国海底遺跡、与那国島海底遺跡とも呼ばれています。自然地形か人工的な遺跡かについては、地質学者や水中考古学者の間では自然の造形との見解が圧倒的です。今年の3月に BBC が日本のミステリアスな海底都市と題し、特集を組んで放送したのが海外で大好評となっており、人気が出ています。一旦没入感を持って見ていただくために字幕をなくします。今回これは動画用に写真を購入して、それをですね、編集して、この海底地形の魅力が最大限出せないかと思ってですね、やってみました。こちらなんてなんか階段というかですね、見えますけど、まあ自分で撮影に行くわけにも当然なかなか行けないようなところにあるというかですね、以前沖縄でダイビングをした時に、インストラクターの方に与那国島にの海底遺跡に行きたいと言ったらですね、とてもちょっと遠くてですね行けないという話があってですね、行けなかったみたいなこともあって、実際問題でちょっと簡単に潜れて、そんな自由には動けるのはなかなか技術が必要そうですね。今度は Google Earth のガイドツアーを録画したものになります。このように Google Earth の中でですね、すごい光景が見れるんですよ。まあ、Google Earth は、まあ、普通に Google Earth で検索して、Google Earth を立ち上げたら、与那国島海底遺跡と入れて検索すると、なんかガイドツアーのアイコンが出てくるんですよ。そこをクリックすると見れますので。柱状節理。まあ、柱状節理には盤状節理というのと、2つあるんですけど、その節理というのは、節理の節は節の字なんですけど、節理とは岩の発達した規則性のある割れ目のうち両側にずれのないもの、マグナなどが冷却固結する際や地殻変動の際に発生するそうです。まあ、要は液体が固まってこう亀裂が入ったりとかするようなのに近いイメージだと思いますね。で、割れ目の両側にズレがある場合、その、まあ、両側が、まあ、規則的じゃなくてズレてる場合は断層ですね。よく断層帯があると地震が起きるって話になりますけど、まあ、そのズレがこう歪み、まあ、要はズレですね、ズレててズレがこう動いた時にこう地震になるとか、そ
ていう話がありますよね。与那国島の海底遺跡を調査している木村正明氏は、次女でこの海底遺跡と太平洋各地の石造物を結びつけてムー文明の痕跡であると主張しているそうです。一般的にはムー大陸とはかつて太平洋の南中央部に存在したが、天変地異により水没したと一部の研究者が主張していた空想上の大陸、現在では複数の海底探査結果によりムー大陸の存在は学術的に否定されている。こちらウィキペディアからの引用なんですが、まあ一般的にはまあこのような今、結論というかですねが出ている状態になっています。一方スンダランドと呼ばれているものがあって、スンダランドの一部つながっているという説があります。スンダランドとは現在タイの中央を流れるチャオフラヤ川が氷期に形成した広大な沖積平野の湖沼、こちらのモンゴロイドの祖先ですね、日本人とかこうアジア系の人たちの発祥はこのスンダランドなんじゃないかと言われていて、こうもっと今よりも海が陸があったみたいな、そういう説ですね。こちらの方がまだあの可能性はあるかもしれないなと、まあ、いずれにしろ何かあったんであれば、ちょっとあれですよね、通説、まあ、今までこう考えられてたものとは全く違う形になることにはなりそうですよね。 BBC にて今年3月日本のミステリアスな海底都市と紹介されたことにより、海外から注目されている与那国島海底地形、この人面岩にしてもそうなんですけど、与那国島のですね地上の地形がですね非常にこうユニークな岩がたくさんあってですね、いわゆる奇岩ですかね、でまあ遺跡があったりするので、まあ海底のこともつなげて考えると想像できる面があるかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは。